チャーリー・パーカーは、アメリカ合衆国のジャズミュージシャン、アルトサックス奏者、作曲家、編曲家、モダンジャズを創生した名プレイヤーとして知られる。1940年代初頭から、モダンジャズの原型となる、いわゆるビバップスタイルの創生に、ディジーガレスピーと共に携わった。これにより、モダンジャズの父とも言われる。初期の頃より、ヤードバードと呼ばれており、後に単にヤード、 あるいは、バードとも呼ばれ、特に後者が親しまれた。パーカー自身も、ヤードバードスイートやバードフェザーズといったタイトルを発表している。イギリスのロックバンド、ヤードバーズの名は、これに由来。ニューヨークにある、バードランドはこの名称に由来し、ジョージ・シアリングのララバイ・オブ・バードランドや、ウェザー・リポートのバードランドといった曲もある。アメリカが州国カンザス州カンザスシティに生まれ、 ミズーリ州カンザスシティで育つ。子供の頃より波外れた音楽の才能があった形跡はなく、彼に大きな影響を与えたのは、インプロビゼーションの基本を教えた若きトロンボーン奏者だった。父親は TOBA のピアニストやダンサー、歌手といった音楽への影響があるかもしれないと語っている。彼はプルマン社のウェーターやコックになった。彼の母親は、 地方のウエスタンユニオンによる務めていた。前世紀のパーカーのクインテット。左からトミー・ポッター、チャーリー・パーカー、マイルス・デービス、デューク・ジョーダン、マックス・ローチは、パーカーの背後にほとんど隠れている。1947年8月頃に、ウィリアム・ピー・ゴット・リーブが撮影。1945年から1948年が、音楽活動の最盛期であり。 天才的なひらめきを伴ったそのアドリブは伝説化している。1945年、若き日のマイルス・デイビスを自分のバンドに寄与した。1947年にはマイルスの初リーダーセッションもサポートする。ディジーガレスピーと共にバードディズのアルバムを発表し、ビバップの誕生を告げた。アルバムにはセロニアス・モンクやカーリー・ラッセル、バディリッチも協力した。 若い頃から麻薬とアルコールに端的して心身の健康を損ない幾度も精神病院に入院するなど破滅的な障害を送った。1940年代末期以降は演奏に衰えが見られるようになった。衰弱により心不全で創生した。亡くなった折ニューヨークの至る所の壁には彼の早すぎる死を惜しんだファンたちがバードは生きていると落書きをした。 作曲でも、オーニソロジー、コンファメーション、ナウズ・ザ・タイムなど、現在まで演奏されるユニークな作品を多く残した。ジャコ・パストリアスは、デビュー作で、チャーリー作の、ドナリー、実際は、マイルス・デイビスの作品を、ベースとパーカッションのデュオでカバーした。死の数ヶ月前に、ニューヨークのチャールズ・コーリン社と生涯唯一の、教則本、ヤード・バード・オリジナルスの契約を行う。 出版の理由は、麻薬治療のための入院費用を捻出するためだった。この本についていろいろな憶測が流れていたが、契約書と同時に、死後2ヶ月前に、パーカーにより書かれた、出版社へのクリスマスカードで、本人が行った契約だと再確認されている。2005年、ヤードバードオリジナルスは、改定され再出版される。その競争本とは別に、2012年には、 アメリカのハルレオナード社から、ザ・バード・ブック、ザ・チャーリー・パーカー・リアル・ブックという未発表曲を含めた、ジャズ演奏家のための公式シートミュージック集が発表された。彼の生涯は1988年制作の映画、バードで描かれている。パーカーは、サボイレコード、ダイアルレコード、バーブレコードの3レーベルに多く録音している。 サブやダイアルには彼の初期の作品があり、ダイヤル期においてはチャーリー・パーカー・オン・ダイヤルが代表作に挙げられる。バーブには晩年の名作が収められている。それらの中から英語版よりの選定を抜粋する。ありがとうございます。